フランスの手で、フランスの手で、フランスの手で、エガちゃんです。エガちゃんさん、おなんだよ、こんな高そうなフランス料理の店に連れてきて。あの、エガちゃんさん、この間、佐山愛さんに振られたじゃないですか。うるせえよ。そこでですね、今日は江頭さんが男として絶対に欠けているのが大人のマナーだと思いまして、今日は有名なマナー講師の方に来ていただいたので、大人のマナーを学んでいただきたいと思います。ちょっと待って、お前、はい、噛んでたぞ。それって、はい、俺に必要？マナーとは間書きの世界で生きてきたんだよ。いやでも、もう56歳じゃないですか。さすがに知っておいた方がいいんじゃないですかね。マナー知ってたら大人のお店でもモテるんじゃないですか。お前が言うか。モテそうな気がするじゃないですか。わかった、 S が言うんだったら今日はその通りやってやるよ。よし、頭のおかしいお前ら、江頭56歳、今日は大人のマナー学んでモテちゃうぜ。江頭さん、うん、もうこの中に先生いらっしゃるんで、うん、もう会った時からチェックされると思うんで頑張ってください。っていうか、はい、俺、はい、この世界34年だぜ、はい、結構マナー知ってるぜ。じゃあもう今日はもう怒られないパターンで。そうだね、終わっちゃいますか。分かった、はい、じゃあよし。失礼します。こんにちは。あ、こんにちは。芸人の江頭2050です。私、鬼のマナー講師と呼ばれています、平林美也子でございます。どうぞよろしくお願いします。あ、今日一日よろしくお願いします。コミュニケーションは頭を下げずに目を見ることでお願いいたします。それでは今一度よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マナースクールの講師として銀行や美容院など年間300以上の研修をこなし、スパルタ教育が有名な平林先生に、一段上の男になるためのフランス料理のマナーを学びます。最初の料理から、はい、じゃあ行っていきましょう。あ、素敵なお料理でございます。江頭さん、はい、膝掛けではなくてナプキンでございますので、二つ折り。あの、ここがあまり離れすぎてるとここによだれのように垂れますので、男性は握り拳二つ、もう少しその中に入れていただけますでしょうか。そうでございますね。じゃあいただきましょうか。爽やかに美味しい。美味しいですね。すごく、あの、穏やかな男性ですね。スタッフとテレビで拝見したことあるんですけど、そんなキャラでなかったような気がしたんですけども、そんなおとなしい方だったんですね。ちょっと待って。これ俺つぶしだよ。バナーちゃんとやったら俺キャラ潰れるぜ。ちょっとすみません、スプーン、あの、フォーク置いていただけますか。俺は食べるぞという合図で、人の話は聞かないよっていうことはいけないので、人が話してるときは一旦置くのが心得でございます。でもキャラに関係なく指導していきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いただきましょうか、はい、いいんですよ、これは、あの、手でいただいても構わないんです。かぶりつくのは良くないかな。わっわっ。受けない受けない受けない。
僕は手で受けるほどボロボロとしたものを抱いていただきましたという、ここに対してのシェフに対して失礼になりますから、手で受けない、はい、一口に、はい、一口に割っていただく、はい、それじゃあ一口に入れたら私が何か言った時に答えれますか？いや、ちょっとできません人の話は絶対に返答しません、相槌を振りませんという合図になりますから、人と一緒にいただくときは一口切りでお願いいたします。お願いしますしますなくていたします。いたします。頭を下げずに腰を折る。いたします。手は下げる。いたします。中で拭く。外で拭いたらお召し物が汚れるよって、中で拭く。そうでございます、そうでございます。鼻まで擦らない鼻擦らんか取らないで、手はこの中で拭く、この中で拭く。さあ、次の料理が楽しみでございます。ちょっと先生、はい、結構、はい、嫌われ者でしょう結構じゃなくて、江頭さん以上におそらく嫌われ者だと思っておりますでもここは食事のマナーの心得でございますので、嫌われても私は関係なく指導してまいりますので、またまたお願いいたします。またまたお願いします頭を下げない先生、お皿が熱くなっておりますので、これは何ですか？スープ、見ての通りなんであなたがこれ見たの誰が見てもわかる。いや、俺料理人の人に聞きたいんですよ本日はですね、フランスからセップダケというですね、キノコが届きました、うん、それを使ったですね、とっても滑らかなポタージュスープをご用意させていただきました。はい、頂戴いたします。で、上にはふんわりとしたですね、このムース、トリュフの香りがついております。そして少しこうスペイン産のイベリコ豚の生ハムも散らした一品でございます。はい、わあ、聞きやすいですよものすごく聞きやすい。えらい悪かったな隣に変な人がいるからめちゃくちゃ聞きやすい。このプルト、これを先にいただくんです。これは、うん、さっきいただいたオードブルと、うん、舌が交わないためにリセットするための役目だから、うん、上のクルトンからいただくんです。それを、はい、あの人から聞きたかったんですねそれは教えてはくれません。なんでですか料理を作る方を教えてくれますけども、食べ方は関係ないからです。ええー、からクルトン食べろよ。ちょっと待ってよちょっと待って、クソババア言われても美味しいいや、めっちゃくちゃうまい。美味しい。失礼いたします。こちらパンも、はい、このクルトンいただいたらスープをこう斜めにして、お皿を斜めにしていただくんです。親指を入れないで、親指が汚れうるさいなちょっとブリーフだ、ちょっと入ってこい。若いでしょなんですか、すっげーうるせーどうしたらいいんだよこれを学べばワンランク上の音。本当に、はい、女性気持てるのがきますよ。分かった、はい、どうぞお願いします。負けずに早く座って食べろよ。うっさいなもうあなたが食べないための私が次の料理いただくことができないんですよ美味しそう。ちなみに先生は、はい、旦那さんはいらっしゃるんですか？あのね、食事の時にそういうね話題は良くないと思いますだいたいね、季節とかね、道路情報とかそういう話が入ってくるんです。今日のトップニュースとかね、話題が1と2と立てかけと決まってるんです。初めから、うん、独身ですかとか、うん、彼はいますかとか、独り者ですか、そういう話題は振らないのですい
この海辺のように塩がこうあるのはすごいいいですね。ずっとフォークを持ったりするのはやめましょう。これで2度目、はい、先生、はい、僕、はい、最近、はい、佐山愛ちゃんって子に振られちゃったんですよ。わかります。なんでよ。振られて当たり前だと思います。ちなみに先生は、はい、独身ですか？それって話題ですか？いい話題ではないですけれども、はい、独身でございます。子供おりますよ。あ、はい、独身なのに、はい、子供がいる。そうや、分かるだいな。それで気にすんだか。マナーの先生でもやっぱり、はい、どっか、はい、マナーがなくなって旦那さんがついてこれなかったかもしれないですね。そうかもしれませんね。変な空気になっちゃった。今日は、はい、ブリーフ団に、はい、マナーを学んだら、はい、特上にモテるって言うんで来たんですよ、はい、特上だろうが誰だろうがモテますよ。あ、そうですか。そうなんです、モテるんです。品格が出てくるとかっこいいなと思うのでモテるんです。特上にモテるマナーって何ですかね。特上になったことないのでそれちょっと分かりかねます。そうですか。即ってあるんですけど、何ですか。部屋に入ってすぐになその後にシャワー浴びるっていうのは、はいはいはい、分かりました。そういう話題はいりませんから。今日は食事の心得でございますので。食事中です。中のですね、一時を使って、中にですねホタテのムースを、詰めてグラチネにした一品でございます。で少しこうパセリのソースを、今回は上からと上と下に、かけた一品でございます。美味しいございますよね。ほっこりした、それでいて爽やか。おソースはもちろんそのカサゴから出た旨味をですね、はい、あとは全部一匹さばいて、そこから、そのカサゴの身をですね全部取り出して一緒にですねホタテのムースと合わせて作った一品でございます。カサゴの旨味、はい、すごいな、うん、キャバクラでモテたいんですよ。あ、なるほどね。でキャバクラ嬢ってかわし方すごい上手いじゃないですか。そうですね、うん、で必ずラブホテルまで行かないんですけど。ラブホテルとかいうのはちょっとマナー分かりかねるんですけど、あの方たちのホストホステスも含めて相づちが上手い。相づちが上手い。なるほど。相づちの打ち方って絶対に彼女たちは点で打たないから、まるで打ってるのであれは感心。はあ、ほう、ふう、へえ、ほうと言わない人たちです。わかります、ありましたよねってこっちに意識を持ってきてくれる、まるで相槌を打つ人、あのやり方はすごいと思う。わかりますって入ってこられるので、あれがすごいと思う。私あれ勉強になる。それで俺お金何個も使う。そうです。食べ終わったら スプーンとフォークを斜めに置きましょう。食べてる時はハの字、食べ終わったらニーの字を、カタカナのニーの字を斜めに描く。斜めに置きましょう。これそれはハの字、聞いてないやつ。斜めで歯を開いただけじゃん。こうこうこう、反対反対、右の方に七時に虹。もう難しいな。逆逆。そんな時計はない。そんな時計はない。こう。違う違う違う。手前に手前に。手を横に起こしてはない。手前。なんでこうなるんですか。なんで逆から逆らうんですか。こうではなくってこう。こうか。なんでかなそれ。今だと思いますよ。こうなってると思います。江頭さんこうなってる。こう。こうこう。おぉ、人のこと見て、おぉ、今全員分かってます。なんで S も M も指導してくれてるじゃないですか。7時20分、
そうでございます。そういうこと。いろんなソースをかけて美味しいですよね。返事がないんですよ。食べるのに夢中。一旦置いたらどうやと言ってますよね。ハの字に。だからエッジを向こうに向けないで。なんか言うたらわかんない。それは食べ終わったってことだ。教えてもらったらあと言って覚え。こんなふうにするとあのフルコースでもランチでも行った時に恥をかかなくて済むと思います。こんなことも知らんのかこいつって言われることがないと思います。ってことはこいつ安物もしか食べさせないんだなと思われてしまうからです。そうかな、はい、そうかなってなるほねどないやねん。江頭さんの好きな失礼いたします。頂戴しましょうか、うん、不思議な技使ってる。フォークで一番最初に線があるのでそれが一番最後のところをピリピリピリと回して取っていくんです。で、まあ、手は汚さない。まだ手をつながなきゃいけない。ロマンチック。いただきます。あの下までするんではなくてこれ倒れちゃうからギリン最後までいただくために階段状に上を切って下を切って上を切って下を切って、これはデートの時は絶対必須。俺が今接してる女の子ってこういうのに皆無ですよ。全然気にしない人ばっかりですよ。どんな人と接してるんですか。いや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 、結構一つでもナンバーワンとか。キャバクラでも上位に入ってる女の子たちばっかりなんですよ。江頭さんの前だからそうしてるんじゃないですか。相手が紳士だったらジェントルマンだったら多分 お若いだと思いますよ。いや俺目の奥の底が見える人なんですよ。どこの底やねん。ケーキを下までやっても全然あったかい目で見るよ。そうなんですか。とても満足してますよ。これを学べばどんなことなんですか。本当に女性ってことですか。上の段だけいただく。上の段、上段のとこだけいただく。下段は後でいただく。わ、難しい。冗談の方を先にいただく。江頭さん、いちご好きなんですか。好き、もう大好き。だからいちご最後に食べるんですか。最後。そんなのは家でやって。先生もすぐ食べて、それでオッケーなんですか。そうなんです。兄弟がたくさんいらしたんですか。4人兄弟。4人兄弟、私もそうなんですけど、なのにどうして好きなものを先にいただかないんですか。取られちゃうことはないんですか。いや一番末っ子だから、うん、まあ取る人はいなかったです、ね、あそう、私も末っ子なんですけど、うん、取る人はいるでしょ。上が取るでしょ。いや取らない。あそう、マナーそんなにしつけばいい。負けられればしつけが良くていいはずなんですけど。うちはマナーがあるから。それじゃ倒れるわ。ああ倒れちゃダメ。なんで倒れちゃダメなの。こんな汚
い食べ方をする人と一緒にはデートはできないと思う女性は。きたね。こういう食べ方をすると女がほっとくねって言って、でガチャンって言って口を拭いてくれたりするんだよ。お見せしました。はい。ありがとうございます。こうね、ありがとうございます。素晴らしい。ちょっとだけ違うけどほぼ似てる。はい、フォークの方は向きのナイフの向きだけがエッジが向こう向いただけで、何度も何度もこういう風に指導すると体に叩き込みますよね。先生、今日は一日ありがとうございました。こちらのこそ、お料理も美味しかったけど、江頭さんとお話していることがもっと美味しく、今日心残りぐらいぼわっとしてます。とっても美味しかったです。お話が江頭さんのマナー、はい、100点満点でいうと何点でしょうか。はい、もう人の言うことを一向に聞かない、マイナス50点。おーい、あげんじゃねえよ。